はい、今日は2月の9日夜9時7分を回ったところです。現在の不入りした政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、国民、市民の皆さんにはその事実と真相の誓いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、ミヤリバン、岩正坂、狼少年ならぬ狼親父の声、こんばんも届けてまいりましょう。皆さん、こんばんは。 さあ昨日和歌山の御坊市にあります和歌山県庁出先機関の振興局へ行って面談したその現場から生中継皆さんにお伝えしましたね何かに行ったかと言いますとお 林業化、ね、開発するときにその手続き、林業化を通して大規模開発ですね。1万平米以上超えるところの開発は必ず森林法によって開発申請書を出さないと開発できないものを使用するにはそこを開発する、利用するにはね、すべて 森林法に則っ,って、そして許可を申請して、図面、ね、ここは何回もこの1年半皆さんに広報しております。中津山土処理場管理組合という会社ですね。もう一度ね、これ、なぜね、何回も何回もこの中津山土処理場管理組合のね、 このライブを私がやるかと言いますと、調査すればするほどに、この疑惑が次から次へと出てくるわけなんですね。つまり、この中津暖炉所需要管理組合というのは、何をするところかと言いますと、日高川の山奥にね、 河川の防災工事のため、川底を整備するというね、いつかあのダムがね、ダムの放流によって、下流にある村やね、その山が削られたりして大変なね、被害が出た。そのために、それを処理するためにね、どうも三つ四つのね、谷に、 その残土処理、さまざまなね、まあ、がれきもあったんではないでしょうかね、それを処分するために、3つ、4つのね、町が、村と町が合併してね、そして、もともとは中津村といった村があったのに、日高川町と合併して、中津残土処理場管理組合というのをね、名称として、そこの、 開発を行って、その谷ですね。谷に河川の工事で出る残土処理場として届けをしたらしいんですね。さあ、届けはいいんですが、この皆さん、役所に、ね、行かれたら、たまたまな、さまざまなね、この書類申請の手続きっていうのはね、これは何かに言ってください。 これは何々かに言ってください。というよくね、役所のたらい回しというのが、ね、行って、この書類はここに行ったら次どこへ持って、そしてその許可を、ね、どこに許可を出してくださいとか、いろんな、そのような申請書に対してはね、過去かによって手続きが違う。 ましてや、この森林法というのは、様々な、例えば山を開発するにあたっては、ね、森林管理か、さらには土砂を搬入しますから、建設土木、ね、そして水をね、貯める、ね、源泉ですから山の上の谷ですからね、その水を流れるところを確保しなければ、ね、そして 物で埋めた場合には、その流れ出るね、水のたまるところ、ね、これから長年、そこにね、放置される谷を埋めるんですから、その中からおかしなものが入っていたら、ね、その水質検査をするために、ね、ちゃんとね、図面を引いて、そして行政のね、指導のもとに設計図を 専門家が書いて、そして提出する。ね、そして、何ヶ月、例えば半年に1回なり、ね、土壌の検査や水質検査をするように、各カーで決まっています、ね。さあ、このようなことはね、専門家であれば誰でも知っていることなんですが、我々のように素人からそのようなところに、ね、情報をもとに、 あの残土捨て場に、ね、最初はね、単位もないところからスタートしたわけなんですに何を見て、この中津残土処理場が、ね、ちょっとおかしいのではないかというのに気づいたのが、和歌山の代表、和歌山家族のあ環境保全団体の代表がね、土曜日に、ね、日高川の、ね、堤防の 剣道を走っていたらどうも川の方でブル、さらにはユンボが動いてダンプカーがね、砂利を積んで、その県道を日高川の日高川町の山奥へ運んでいた。に、ね、普通、公共工事っていうのは街中でもそうですね、皆さん。ね、土曜、日曜、祭日はね、 働き方改革でも同じように、休め、休め、休めというような、このような社会においてね、土日にダンプカーが砂利を積んで走る。これを町民から和歌山の団体へ電話があって、公共工事は日曜日でも土曜日でもやってもいいんですか今ダンプカーが 河川からである砂利を積んで走っていますよ。このような通報があったために、そこへ現場へ出向いたところが、ね、たくさんのダンプカーが河川,に、ね、河川に降りていて、砂利を積んでそこから山奥へ運んでいっていた。その後ろに尾行していったところが、ね、その 山を上がっていったところの山奥へ入っていったというんですね。看板見たら、横にコンパネ1枚に、ね、詳細な、つまり看板がね、建てられていたというんですね。これがそうなんですね。この看板ですね、皆さん。何回も何回も皆さんにお見せしましたね。中津山土処理場管理組合。ここにそのように書いてありますね。ここがそうですね。中津山土処理場、処理組合。 ね、ここに建設発生度処分場受け入れ基準、ね、このような書いていて、中津残土所持用管理組合、ね、そしてここに、ね、代表者の名前、あやっている、ねえー、名前が何十倍入るかというのは、42万9876十倍入る。ね 42万と言ったら皆さんね、ダンプ1台、大い5粒米、大型ダンプね、5粒米、それ以上積んだら、重量オーバーになるらしいんですね。ところが民間では、ね、6粒米、7粒米積んで走っている、普通はね。しかし公共工事ですから、大体積算オーバーしたら違反になるから、ちゃんとルールを守ってやる。さあ、 この工事はどこが発注するかといったら、和歌山県二級河川ですからね、日高川というのはね。これを県が発注して、そして落札した業者は、その砂利を土砂を残土としてね、この中津残土処理場管理組合、ね、山の奥へ入っていったら、これですね、このような、ね、中、 ね、ブルトーザー止まっていて、ユンボが止まっていて、このようにしてね、この谷がね、このように埋められていってますね。さあ、この調査に入ったわけなんですね。まず、確認してから、ね、中津南道処理場管理組合が、どのような許可を持って、そして、どのような 手続きを踏んでいたのか、それを開示請求という形で、和歌山県に申請したわけなんですね。開示請求を行ったわけなんですね。さあ、そして、出てきたその書類、ね、本当にね、これで和歌山県が許可を出した残土処理場としての使用許可ですね。 これを出したっていうのは、ね、どうもね、不治な、不に落ちないような点が次から次へと出てきたわけなんですね。まず、この土日に仕事をやっていたことは、これは違反ですが、ちゃんとして、県から許可をもらった残土処理場を、この山奥に作られたそのところに持って行って処分していた。 さあ、それからですね、書類が上がってくる前に、その私が連絡を受けて、和歌山県の大将と一緒に、ね、ダンプカーが走っていた、その後ろをつけていって、この赤い車で、ね、そのダンプカーの後ろをずーっとつけていったら、ね、ついていったら、山に入った、その途中にね、 入ってそうに二20メーターぐらいのところに、ね、スケール。皆さんよくあの、トラックのスケールっていうところがね、要するにはかり大きな鉄板引いてあってね、トラック、大型が乗れるようなトラック設置されていて、そこに乗った、今よくスクラッピアがね、そのようなね、スケール、カンカンですね。それを作ってそこに乗る。 ね。そうしたら、大型ダンプ、ダンプが、ね、重量が4トンだったら、ね、そこに、ね、5トン、全体で10トンになった場合に、ね、10トンに10トン積むことはできませんね。10トンですから、ね、10トンダンプといっても、10トン、ね、これ積んだら、ね、 おそらく10トンに10トン積んで、リュウベにしてね、だいたい1ウベっていうのはね、四角、真っ赤くですね、1メーター、1メーター、1メーター。ね、これを10個積む。これが10トンです、ね、約1トン、ね、ウベにしてね、1トン以上ありますからね、大方2トンぐらいあるんで、だから5ウベ、ね。 1メーター角ですと、リューベにして1メーター角のサイコロとしたらいいわけだね。これを積んだら、このね、土っていうのは重たいんで、ね、だいたい6トン、ね、あの、6個ですね。四角い、例えば1メーター角のブロックをね、積むとしたら、ね、6個、7個ですね。さあ、そのようなことを積んだトラ、ランプ1台で、 ね、その42万十米のところに入れようと言ったら、ね、何万台のダンプカーになるわけなんですね。そして、この工事が長年、そこの工事にいつ申請されたかというと、この会社は、ね、会社といいますか、中津ンド処理場管理組合は、この設立したところを見るとね、 ここに、設立届。ね。法人などの開設申請書っていうのがありますね、これ。ここにね。そして、ここに、日高川町の犯行がありますね。そして、これを見たら、ね。法人名、法人名ですよ。日高郡、日高川町、船津503、中津 残土処理場管理組合となってますね。これ、中津残土処理場管理組合。法人のところに、中津残土処理場管理組合と書いて、代表者が清水建設の代表者、ね、清水と書いてますね。さあ、その下に、設立。 当庁内に事務所などを開設した日が平成18年4月の1日となっているんですね。そして事業種目、残土処理場の確保と維持管理。ね、道場の名称、中津残土処理場管理組合、資本金は出資の金額1、10、100、1000万、10万、100万、200万円となっているんですね。 さあ、このし、平成18年4月の1日から、ね、つまり事業年度、ね、1年間明けての3月31日まで1年の明けてね、法人税の申告をする税務所は、ごぼう税務所としてあるわけなんですね。ここはそうですね、ごぼう税務所、ね、そして、 ごぼう税務署としてあって、ここですかね。この下ですね。この、ここ。ね。ごぼう税務署ですね。ここですね。そして、提出する書類。ね。定款、登規模投本。当然ですね。法人の届けですから、登規模投本としてますね。これ、登規模投本一通、定款一通。登規模投本一通。こうなってますね。 ところがにこれが出ていないんですよ。定款も、投機投本も。ねここから話がややこしくなってきたわけなんですね。投本がないのに、和歌山県の県庁へ。 残土処理場の申請書が出されたというんですね。それを県の担当窓口は受理して、ここに中津残土処理場管理組合の場所として残土処理場として許可を与えているわけなんですね。さあ、当然我々も最初にね、和歌山代表と 中津山道処理場管理組合。これは組合だから。当本上げに行こうと言って、御坊の法務局へ行ったところが、いくら探してもらっても出てこない。おかしいなぁ。ね。そして、また役所に行って、ね。そして電話を来、ねあ。役所の担当者、県の担当者に、これ一体、ね。東本は、 書類が出てきても、当本のコピーが出てこないが、当本は出されていないんですかと聞いたところがね、当本は提出されておりません。ところが、添付書類には当然、県の許可を与えるには、皆さんね、入札参加資格申請書でもそうですね、会社との県との契約するときもそうですね、 当本もないような会社が県の公共工事などを受け入れるはずがありませんに。しかし、おかしなことに、この残土組合には、処理場管理組合には、許可が降りているわけなのに。そして、許可が降りているから、それおかしいだろうということになって、いろんなところと言いますのは、 日高川町、さらには御坊所の保健所、さらには振興局、さらには県庁窓口。何回も何回も違う面から調査をしたら、開示請求を出したら、ね、どこかの部署からか、すべての書類が出てくるんじゃないかなということに、ね、 元にして、徹底的な開示請求を行ったわけなんですね。私の名前と、地球環境問題会議の堂村慎太郎と、和歌山環境保全団体の山本條一、2名でね、手分けして開示請求をしたわけなんですね。ところが、出てくる書類は、ね、どこから、ね、 県の方ですね。開示請求を求めても、許可申請出したその書類、株式会社清水というね、業者が出した書類一式しか出てこないわけなんですね。しかし、この残土処理場管理組合の当本がないのに、 清水という会社は県の公共工事を受けている。さあこの残土捨て場にどのような許可がどのようにして行、ね、下されたのか県が下したのかわからなくなったわけなんですね。なぜわからなくなったかというと当本がない会社にですよ 公共工事を落札させて、その中津弾道管理組合のところに処分しているのに、御坊所の税務署に申告した、その積算書、ゼロ申告になっているわけなんですね。さあ、先ほどここでね、明示されている設立時に、 200万円出資して作った中津ランド処理管理組合。あたかもこれを見たら当然、法人、法人名って書いてますね。法人名って書いてるんですね。この法人名といる、ね、書いてある以上は、ましてや、この日高川町のハンコがあるわけなんですね。ならば、 最初は、我々当然法人だと思った。ね。それを説明もせずに書類を我々に開示したために、当然我々は県の担当者に、これ法人ですか個人ですか最初のうちはね、答えなかったんですよ。ところが、我々が徹底的に質問するためにね、県の方では、法人ではありませんと言い出したわけなんですね。 さあ、法人ではないのに、これ、法人届、法人名としたんですね。中津団女所需要管理組合と。ねこれに許可を与えていた、さあ、法人ではないんでしょうかね。これがね、むちゃくちゃ面白いところから、この書類が出てきたんですよ。 どこから県の方を、どこを探しても、行進局森林課、そしてごぼうのね、県の出張所の保健所、そして県庁、直々に開示請求したのに、出てこなかった書類が、日高川町に申請したら、開示請求を求めたら、これが出てきたわけなんです。ねそして、どのような、 書類かといえば、これが表題ですね。表題。二枚目が、中津難度処理場管理組合規則というのがあるんですね。これ規則っていうのはあるんですね。ね。面白いんですよ。ね。この組合は、この規則は中津地区日高川町の円滑な公共事業の推進を図るため、 建設残土の処理場の確保及び維持管理などを行い、もって地域の秩序ある公共事業の随行と発展及び福祉の向上に寄与することを目的とする。と書いてあるんですね。第二条、組合の名称は中津残土処理場管理組合というと称し、事務所を中津支部建設会建設業界内に置く。 組合員。組合は次のものをもって構成する。さあ、ここから面白いんですね。日高川町役場町長助役収入役本町事業担当課長中津市,中津市所長中津市所事業担当課長地元区長中津支部建設業界となっているわけなのに、ね、これ、皆さん。 組合は、日高川町役場として、町長筆頭に、すべての課の課長連中が、地区長も交えて、組合になっている。事業、組合は第一条の目的達成のため、次の事業を行う、残土処理場における関係、えー、えー、機関の連絡整備業務。 第一条に対する不体業務。三、前後に必要な調査研究、その他目的達成、上必要な業務。役員、組合長を1名、副組合長を1名、事務局長を1名、幹事2名、顧問、若干名。さあ、これ、よくね、私も NPO 法人の役員をしておりますから、 この NPO 法人がこのような規則ですね。まあ、記ね、規約とも言うんですが、これ規則とされているんですが、私もね、四つの団体持って言いますから、当然、我々の場合は、規則と公了、規約と公了、ね、これをちゃんと、ね、このようにして、処罰の方法、例えばね、ね、議会を行うにはどういう方法で行う、そして議事録を制定する。 ね、申請しなければ NPO 法人などだ、ね、年に1回、必ず、ね、年に2回、3回、役員会を開いて、その決算、ね、を報告する。そうですね。さあ、このようにして出てきたその役員、どのようなね、連中らが役員となっているかと言ったら、これなんですね。役員名簿。ね、出てきました。これなんですね。これ。 平成21年度見てください。町長、副町長、役職ずらっと、ね、町長筆頭に役員ですね。組合員としてあるんですね、これ。組合員、組合員としてるんですね。さあ、そして、この業者というのは、え、組合長が、日高川建設業、事業協同組合、中津地区役員、清水達成、 これが株式会社清水の代表取締役なんですね。さらには日高町農業協同組合中津地区、上平義、えー、次ですかね、義治。まあ、このようにして、会計がまた日高町、えー、建設業協同組合。いろんなね、産業振興課長、中津川人道。そして、この中にね、建設課長、小早川幸信という人物がね、ここに入っているわけなんですね。 この、この、小早川、ね、雪信。部。そして、これを二つに名前を連れられている。どこかと言います。建設課長ですから、組合員でもあるわけなんですね、これ。組合員、ここですね。ここに組合員として、中津、ね、小早川、ね、出てますね。さあ、この人物が現在、日高川の副,副町長の席にいるわけなんですね。他は、 この玉城、玉木敏久という市長は、もう平成21年度の時の町長ですから、ね、この時の一義久男。さあ、後で、一週間前に、この一義久男っていうね、当時の公室長。これですね。この人物が、平成25年に、ね、林地開発、 申請書というものを出していた。というにようやくこの一年半かけてですよ。我々が調査をしている間に、一週間前ですよ。臨時開発申請書っていうのが出されているという情報を知ったのが、一週間前。 そしてそれを開示請求したら、即座に出てきた。さあ皆さん、これこそ、この日高川町で行われている、悪性。あわいてまいりましょう。私と、和歌山の道村慎太郎と山本浄一が、和歌山県民の皆さんに、このからくり、 証明してくる時が近づいてきているように思われますそれではまた明日お会いしましょうこんばんはこれにて失礼します